ルベンはアホンソ・ボルジェス・セメドは、ポルトガル・アマドーラ出身のプロサッカー選手。オリンピアコス FC 所属。ポジションは DF。スポルティング CP16 歳の時に、スポルティング・クルーベでポルトガルのアカデミーに入団。2013年8月11日に開催された、アクフ・フィオレンティーナとのエキシビションマッチで、トップチームデビュー。2013-14シーズンは、 セグンダリーガの B チームでプレー。2014年8月26日、スペインの CF レウス・デポルティウにレンタル移籍。2015-16シーズンよりトップチームに昇格し、8月9日のスーペルタシサ、カンディド・デ・オリベーラ・エッエル・ベムフィカ戦でトップチームの公式戦初出場を果たした。5日後、ビトリア・セトゥーバルにレンタル移籍。2016年1月、 ディフェンス陣の負傷者が続出したことにより、スポルティングに呼び戻された。3月9日、契約を2022年まで延長し、4500万ユーロのバイアート条項を設定した。ビジャレアル2017年6月7日、1400万ユーロでビジャレアル CF に移籍。8月25日のラリーがレアルソシエダ戦で移籍後初出場。2018年1月、 2017年11月にバレンシアのバーでスポルティングの選手を暴行して怪我をさせたとして警察の取り調べを受けた。さらに同年2月20日には男一人と共にある人物を監禁し自宅に押し入って金品を盗んだ上発砲したことにより逮捕されたと報じられた。度重なる不祥事が要因となり23日付で解雇となった。 ビジャレアル解雇後は逃亡の危険があるとして約5ヶ月間留置場で過ごした。同年7月13日に約3万ユーロを支払って保釈されビジャレアルと再契約をした。同月19日 s d ウエスカにレンタル移籍した。第4節のラーヨバジェカーの戦から第12節のデポルティーボ・アラベス戦まで連続でフル出場した試合を含むリーグ戦11試合に 出場したが、同年10月10日に、レオ・フランコ監督が解任され、フランシス・コロドリゲス監督に代わってからは、出場機会を得られず、放出候補に上がっていた。2019年1月30日、ウエスカへのレンタルは打ち切られ、リオアベフシーンへ、シーズン終了までのレンタル移籍した。アンダー世代のポルトガル代表歴がある。ありがとうございます。